こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。スターモンジャー続きです。はい、新しいメンバー育成中というところなんですが、この前のね失敗を生かしてちゃんとバトルに出します。あれ設定してないや、チーム設定しないとね。マイナーじゃなくて下っ端バトルにね早速出してみます。リトどうしよっかな。あ、さすがが残っているのか。そっかそっか、冷凍状態でもいけるのか。え、じゃあお金を稼ぎ放題ってことだな、これからも。そっか、鉄壁、リーダー、はい、鉄壁、メロかな。ムニとメロの順番はどちらでもいいけど、鉄壁が前ではあるけど、今のところはそんなに鉄壁鉄壁じゃないんだよな。まあそんな他の陣形ほぼ使わないからな。このまま行こう。ガボン。ガボンです。行くぞ、ガボン。あ、操作はね。結局な、全然使ってないんだよな。どう？タイムチャージ。パワーアップ、ホーリーの、ノンは耐性下げ、チャフは命中下げ。アセンタトランス、キュアポイズン、ガイアガード、シャドウのエジャガイアエキス、キュアポイズン、ヤパライス、全部あっちに持たせてるんだな。さすがに全部いってるからだ。攻撃技が使えない。よし、行くぞ。まあ、操作はここぞという時に大体使うからね。今は別にいいかな。どんちゃちゃちゃっちゃ、どんちゃちゃちゃっちゃ、どんちゃんどんちゃ。さすがじゃないぞ、ガボンだ。これいつも間違えそうな気がするな。今後順番変えられたらいいんだけど。よし、コウジ君よろしくね。これからみんな頑張っていくから、うちの子たち。よし、強いね、やっぱり最初から。お、偉いぞ。やだね、痛い。まあ、たまには攻撃させてもいいでしょう。え、最初からそんな技だったっけ。強っ。あれ、あーはん、なぜだ。 OK、 いいぞ、えらいえらい。よし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 、強い。さすが、攻撃力高いからな、一番。ちょっと待って、名前は、ムニちゃんね。ムニちゃんはまだね、力の見せ所がないかもしれないな。気力系だからな。やだ。やだ。オッケー。いっちゃえ、いっちゃえ。普通に強いからな。よし。君、名前なんだったっけ。鉄壁ではなく、メロだ、メロ。おし、いいぞ。下っ端ならやっぱ余裕なんだな、このメンバー。で、この前さ、みんな結構長生きだったのは、バトルにあんま出してないからっていう可能性もあるね。
モンスターファームがそれなんですよね。バトルに出すと寿命が短くなっちゃうっていうデメリットがあったんですよ。そういうことかも。よしよし、運ばれてけ。あー、逃げるだけか。帰ってくるな。いいぞ、さすが。お、いいぞ、強い、鉄壁強い。お、オッケー、イエーイ、ポン。あー、やはりな、やはりな、あの子性格はあまり良くない気がしたんだよな。よし、倒して、うん、よし、偉いぞ。ガブッ、いいよ、いいよ、よし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 、偉い。よし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 、よし、逃げてた。オッケー。リンタールと同じパターンで進化したら言うことを聞くようになるとかもありそうだからね。まずは進化だな。攻撃力を上げておけば間違いないでしょう、あの子は。うん、あ、やば、よし。基本的にはやっぱりその種族の基本の一番高い能力のやつを上げれば確実に進化はすると思うんだよね。鉄壁はちょっと見てみたいから体力を上げてみてるけど、あ、ちょっとやばいよ毒ガス食らっちゃう。べー、よし、まずは一匹。あ、倒せない。あー、回復、あ、そっちを回復させるのか。オッケー、いいぞ。当てられるかな。えい、あ、よし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 。お、やだか。ん？あ、やめてくれよー。あ、弱。水耐性高いのかな。あちゃー。お、あー。よし。こっち側から攻撃しよう。ミニパンチ。お、あー、ダメかー。うん、まあ、よかったよかった、防御してて。よし！ミニパンチ！よし！ああ、オッケー！こっち行こう。よし、ぼーっとしてるし。今がチャンスだ。うん！あちゃー！よし！ミニパンチ！お、逃げてた。ああ、かやそっかー。今の、タイミングで、あ、そっち、下の子をやればって思ったけど、早すぎたの、帰ってくるの。おっしゃ、おっしゃじゃない。あー、ダメかー。お、ムニちゃんいいぞ。よし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 。オッケー。これは逃げてくでしょう。逃げてかない。あー、あー、いやー。くじけない心だな。デビル使いの格付けですよ、これ。たまには他のタイプも育てたいな。トカゲとか育てたいな。かっこいいんだよな、トカゲ。うん、よし、帰ろう。あの、狼みたいなのもかっこよかったな。虫育てたことないんだよな。気になるな。よし、まあまあ大切にしますとも。メロはだるそうですか。休みましょう。ゆっくり休んでくれ。メロ強かったね。よく頑張ってくれた。
無にもさすがっていう感じだったね。うん、気力を上げよう。うん、あ、なんて言った？ちょっと待って、無になんて言った？あ、今週何をさせましょうか。トレーニングだな。あー、そうか。無理に関してはね、攻撃も高い方がいいんだよな。基本の攻撃が攻撃力タイプだから。で、君よね。君。鉄壁くんは攻撃力を上げる必要はないね。強化トレーニング行くか。頑張れ。前はやってくれたんだけどな。またもんじゃがサボった？あれ？まただっけ？下っ端は余裕で勝てますね、やっぱり。どんどん継いでいるこの力があるのでね。最初から強い、ある程度。メロは、強化トレーニングは気力がなくなるんだよね。強化トレーニング行くか。行けー。来ないなー。そんな気はしたなー。やっぱきついかー、まだ。特にそこの場所って、普通のトレーニング、しつけしてもダメだからな。強化トレーニング。無にも、強化トレーニング、頑張ってみて。あー、来ないな。いやー、鉄壁が来てくれたのはたまたまだったのかー。普通のトレーニングしよっかね。トレーニングよし、だ、偉いぞー、偉いぞ鉄壁。すでに HP が100を超えそうになっているのはすごいことだよ。で、やっぱりね、やっぱりメロは素早さ上げたいなっていうところでしたね。攻撃力をまずは上げますが、普通のトレーニングだよ。これは許されんな。これは許されん。私がだらしないからだぜ。なんかこの子のなんか塩らしいところ見えちゃった。まあ性格悪そうな見た目してるからな、明らかにな。うん、ムニー、ムニー、トレーニングならいける。あー、偉い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 、いいぞー。うんうん、偉いぞー。で、鉄壁は、鉄壁もだるそうだね。ちょっとしつけだな、これは。まあ、凶暴は嫌いじゃないんだけどね。凶暴なオスがいるのは悪くないのかもしれないね。オスはいろんな性格を取り揃えておきたいよね。攻撃タイプの子には、その凶暴な子を当てて、気力タイプな子は素直を当ててみたいなね。私は普通のトレーニング行くぞ。ほい、よし、来てくれた、よかった。よし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 、いいぞ。よし、攻撃力 B、 いいぞ。この調子で A まで上がってほしいな、早く。ムニはなんだかだるそう。うん、ムニはお休みかな。とりあえず気力を A まで上げた後、攻撃上げたいね。鉄壁は、う
うん、体力が。強化トレーニングもう一回頑張ってみる？おし、えらい。えらいぞ、鉄壁。さすが。イリュードだな。まあ、さすが鉄壁だな。うん。ただ、進化までは遠いな。まあでも最初から C が3つあるのは十分か、最初の頃に比べたらね。全部 E とか F だったもんね、最初って。鉄壁の性格は微妙になってきておりますが、メルはだるそう。お休みをしよう。うん、ムニは強めのトレーニングいける？休んだっけ？うん。強化トレーニングいけるかい？無理。来ない。来ないな。授業に来ない。授業に来ない。あ、疲れが溜まってるね。いやー、鉄壁頑張ってくれてるからな。やっぱいい子だな。よし。で、まあ、変わらず育てるんですが、メロは炎になったね。メロは攻撃力の後は、どれもバランスよくでいいかな。まあ、いつもだったら素早さを上げるんだけど、なんかね、なんか毎回それだからなっていうところがあって。アースとかで育てるのがいいかな。ちょっと待てよ。メロは？強化トレーニングするよ。メロは強化トレーニングに来るよ。お、すごい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 。ちゃんと来た、本当に。結構攻撃力が上がった。メロはちゃんと攻撃力技のまま成長してくれるといいんだけどね。もし気力技だったら、ちょっと、こう、うん、教育方針を変えないといけないかもしれない。ムニちゃん？ムニちゃん？ムニちゃん、普通の子をトレーニングにするべきなのか。それも甘いよね、なんかね。鉄壁はもう強化トレーニングですよ。うわー、偉いよー。鉄壁偉いよー。いいよー。下っ端バトルか。次出るとしたらマイナーでいいかな。いや、メロはそのね、熱血な凶暴な性格のままでいいのよ。うん、メロは頑張ったからな。前回お休みをしよう。うん、ゆっくり休め。ムニちゃんがね、最近来てくれないから普通のトレーニングにしてみよう一回。はい、頑張ってください。よし、来たね。よしよし、オッケーです。よし、別の小屋行こうね。鉄壁は、鉄壁頑張ってくれるからな。なんていい子なんだ。よし、次の週行こう。マイナーか、マイナーか。マイナーかー。そうそう、最後の最後でやっぱ本気出してくれたからさ、やっぱり寿命短くなるっていう可能性を考えると、やっぱ戦い出しすぎも良くないよねって思っちゃうんだよな。うん、メロは強化トレーニングに来ます。
わあ、まあ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 、直前でね、ちょっと怯えちゃうのは仕方ない。私だってあんな岩に突っ込めって言われたらできないと思うな。マニーはだるそうです。はい、おやすみなさーい。うんうん、鉄壁は頑張っています。変わらず頑張っています。強化トレーニングです。すごい鉄壁、根性あるね、ほんと。お、体力 B になった。いいぞ、いいぞ。この調子で A まで上げたいですね。でも、A まで上がってすぐ進化しなかったもんね、さっき。だから、A に上がってしばらく放置した方がいいのかな、やっぱり。強化トレーニングに来ますよね、メロくんね。来ませんね。来ませんか。まあ、最近頑張ってくれてたから、良いでしょう。頑張っててくれた。で、ムニーは。強化いける？強化いける？ムニー。そっかー。ムニも意外と、意外と来ないなー。一匹は休もうね。うんうん。休もう。偉いんだよなー、この子。うん。あそこのアイコンでは性格悪そうな顔してるのに、やっぱなんか違うんだろうね。あそこのアイコンに表示されているのは、種族値にプラスかマイナスされるくらいであって、そこまで大きな違いはないのかもしれないね。普通のトレーニングにしよっかじゃん。嘘だ。嘘だ。あれあれれ、ムニーは B だな、まだ。はい、普通のトレーニングをしようね。よし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 、いいぞ。ね、メインについては攻撃力高いままでいいから普通のトレーニングをしようかな。鉄壁は強化トレーニングを頑張ってもらっている。ずっと、あー、ダメか。ついについにビシバシやりすぎたか。気力が上がる、雷おこしは気力上がるんだよな。ウラヌスはメロ、トレーニング行こっか。よし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 、偉いぞ。ムニー、ムニーもいけるかい？あ、でもムニー今回、だるそうだよな。うん。マーキュリーも弱々になりそうなイメージあるんだよね。だから、早めに、もう、気力を上げちゃって、他のところに預けたいんだけどな。鉄壁は本当に真面目だな。うんうんうん、どんどん上がってきている。うん、生属性さえカバーできれば結構属性攻撃にも耐えられそうだな。うん、
メロン。メロンはこのまま育てていって、あ、だるそうか。そっかそっか、頑張ったな。よし、お休みしよう。よしよし。うん。次の動画ぐらいでマイナーリーグに出してみたいね。あ、今日はここまでしかしないから。次本当に出すかは分かりませんが、お、偉いぞオムニー、いいぞいいぞ、偉い、うん、とっても頑張りましたね。あ、そっか、攻撃力あんまり下げるべきではないか、この子は。うん、でもささっとね、あげて他のところに預けたいのよ、オムニーは。鉄壁はだるそうです。うん、こちらはちょっとしつけをしようかな。うん、まず強化、よし、そろそろ特訓してみるかい。メロ、そろそろ特訓しよっか。コロナくぐり使ってやってみる。攻撃力いっぱい上がるよ。コロナくぐりだ。いっけー。来ない。そうよねー。分かってたけどさ。ちょっとみんな最後に修行して終わってみたい。あ、無理無理は無理させない。うん、休ませて。よし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 。スマホや。今週は、特訓の、隕石ノック、岩石割り、百 G ショック。隕石ノックが、わからんな。サボったね。うん、サボったね。次の週まで見て終わりにしよっかな。次の週みんなちょっと特訓して終わりにしよう。あ、来ない気もするけど。最後にみんなの意地を見せてもらおう。メロはコロナくぐりをします。うん、そうですよね、分かってましたよ、分かってましたよ。でもなんかね、ちょっと見たいのよね、いつもと違うやつ。津波サーフィンをするよ。いや、でもこの 80GP みたいなやつはやっぱ特にサボりやすいというか、特に難しい特訓なのかな。だから2番目のやつやってみる。岩石割りしてみよっか。ダメ、あっ、岩石割りいけた。岩石は、あ、防御力と体力が少し上がる。あ、いいじゃん。いいね。よしよし、さすが鉄壁。あ、ガードアップ技を使えるようになった。防御力を2倍ね。ガードアップ。まあ、名前のまんまだね。防御力。2倍。あ、どこまで継続なのかが気になるね。うん、たまには褒める褒める。偉いぞ。いや、鉄壁くんはちょっと期待できますね、この子。よし、じゃあ今回はここまで。
うん、この3匹もちょっとずつうまくいき始めたかな。まあいろいろ失敗してるけども頑張ってくれてると思います。よし、ではでは今回はこれで終わり。ありがとうございました。